ちが車やっと車1台通れるぐらいの、うん、電線がつながってますね。この先は行きたくねえや。なんだこれ、こんな山の中で愛知ナンバーの船が放置され、でもどっか行くんだ、上からか。猿、これ井戸ですね。開けてみますか。あんな重たい蓋を。ブランコだ。乗りたくねえ。サビサビ。クモの巣もすごいな、このブランコ。発電機だ。なんだ。これあれ、ユージの家。はい、じゃあこの斧でぶち破れってことですかね。倉庫だ、ここにも発電機。なんかこう人が出会い出入りしてるな、これ。うん。1631。ホタル？いや、ホタルじゃないけど。開かないっしょ。てか、開く以前のもね、ダイヤルがちゃんと回らないですね。でも結構開けたことありますよ俺。開かねえし。残念ながら。でも何回も開けたことはありますけどね。なんだこのロープ、ここで首吊れってか。あ、一応2階があるんですね。これ今日首吊る用のロープですかね。
これ開く？ん？なんで開かないんだ？黒板？入れますかね。あ、キノコだ。食えるかな。いやな、怪しいな。うん、じゃあ松さんに食わせて見せますかね。マツタケだよって言って。裏にもハイヤがあるんだよな。すげえな。うん、雲が触りそう。うん、やっぱり蜘蛛の巣か。ここにも首吊るところありますね。やっぱり蜘蛛の巣。すげえな、この道具ありが。崩れてるな。立ち入りすら困難になっちゃったよ。うん、さ、すごっ。あっちもこっちも入れなそうですね。OK だ。橋行きますか。